反対、無数や落ちる涙、昼夜連続切り添って疲弊デビル、コロナの中でなかなか集まりを持つことができなかったのですが、今日は久しぶりにですね、対面のオープンシンポジウムを開催することができました。お越しくださり皆様どうもありがとうございます。これから琉球民族独立総合研究学会通算第25回目のオープンシンポジウムを開催したいと思います。ですね、こちらから、司会を友知雅樹さん、独立学会の共同代表にバトンタッチしたいと思います。今日はですね、前の機材の方で、インターネットの配信も同時に行っております。会場の音も拾うかもしれませんので、皆様ちょっとご了承ください。それでは司会の方にバトンタッチしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、寺川しなこさん、ありがとうございました。愚数用中華などが、琉球民族独立総合研究学会の、共同代表を務めております沖縄国際大学の友知雅樹と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、通算で第25回目の琉球民族独立総合研究学会オープンシンポジウムをスタートさせていただきたいと思います。今日は会場にお集まりの、皆様に加えまして、インターネットの向こう側で YouTube の生放送ライブ配信、ご覧になっている方も、いらっしゃいます。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日は、2時から4時まで2時間の日程になっております。テーマは、首里城再興と琉球沖縄の、主体性についてというものです。まず、私の方から、パネリストの皆様を、紹介させていただきたいと思います。皆様から舞台に向かって一番右手、神奈川大学教授で琉球史日本史日本近代史がご専門の椎田敦史さんです。そして沖縄近現代史家の、伊佐真一さんです。そして私の、お隣が写真家の比嘉豊光さんです。はい、今日は、何卒よろしくお願いいたします。まず私の方からお手元の資料の、説明を、させていただきたいと思います。今日、会場の皆様には、資料2種類、ご用意いたしました。一つは、このシンポジウムの、チラシが扉になっている、この資料ですね。でもう一つが、椎田敦史さんの論文、これはですね2021年の11月に出たばかりの、すいません、9月に出たばかりの、論文 でして、首里城正殿大琉球の武器の検討、近代における大琉球改変史からという、論文です。こちらも、椎田さんの最新の研究の成果がまとめられている、非文字資料研究第23号からの、論文になります。後でこの中身についてもまた、いろいろ教えていただければと思います。はい、こちらの、今日のシンポジウムが扉になっています資料の中身について、少し説明させていただければと思います。まずページをめくっていただきまして、少し読ませていただきますが、2ページ目、突然の首里城焼失から2年余り、経過しました。現在進行中の首里城再建のあり方を見ていますと、沖縄総合事務局の強引な進め方や琉球沖縄の主体性の不足に、残念な思いを抱くことが多々あります。そして、琉球民族独立総合研究学会では、この度首里城再興と琉球沖縄の主体性についてというテーマで、私たちがいかに主体性を取り戻す
ことができるか、その方策についてこのシンポジウムで議論していきたいと思います。首里城の再建あるいは再興ですね、はですね、首里城そのものの再興、まあ、なんて言いますか、建物などの再興にとどまらず、深く琉球沖縄の文化運動、さらには今、まあ、押し付けられている、首里城の再興再建のあり方ということを考えますと、私たちの自己決定権の、再興再建確立、さらには、脱植民地化、まあ、そこまでの問題を含む、事柄だというふうに考えています。で、最近特に注目を集める首里城正殿前の大琉球のあるべき向きに関して、また沖縄県などに寄せられた寄付金のしかるべき活用方法についても、議論ができればというふうに思っております。はい、そして3ページ目になりますが、これは、昨年2020年の11月に、琉球民族独立総合研究学会が主催した、これは第23回目のシンポジウムだったと思いますが、そこで、今日ご登壇の椎田さんが、紹介なさった1877年の、ルベルトガの首里城正殿の写真、まあ、このシンポジウムに関する、取材の記事が、載っています。3ページ目が沖縄タイムスで、ページめくっていただきまして4ページ目が琉球新報、どちらも、昨年の2020年の11月15日の、両紙一面トップ記事として、取り扱いました。そして5ページ目にあるのが、ルベルトガの、写真の拡大図になります。そして6ページ目、7ページ目が、椎田さんによる、これは琉球新報2021年の10月に掲載されました2つの論考になります。この辺の内容についてはまた、ご本人からご説明いただきたいと思います。8ページ目、9ページ目が、ご登壇いただいている伊佐伸一さんの、論考になります。今年の11月23日、24日に掲載されるものです。10ページ目と11ページ目が、これは琉球大学の、名誉教授の、長津定蔵さん、絵図ですね、絵図の、専門家、絵画の専門家ですが、長津定蔵さんによる論考です。すいません、これちょっと文字が、大変読みにくい状態になっているんですが、まあ、今私たちはこれシンポジウムしているんですけれども、琉球美ですね、琉球の美、美学などについてのシンポジウムがちょうど同じ時間にですね、別の会場でバッティングして行われているんですが、まあ、そこには大琉球を、まあ、前回の復元で、大琉球を実際に復元制作した旧佐敷村出身の西村先生、今そちらで登壇なさっています。長津先生もそちらでお話しされています。はい、そして12ページ目、13ページ目が、沖縄タイムス琉球新報に載った主体性回復への道、まあ、首里城再建を考えるというシリーズになっています。そして14ページ目ですね、これは琉球新報の、シリーズものの中で一つピックアップして、取り上げさせていただきましたが、東間慎一さん、沖縄を代表する考古学者、なんですが、まあ、東間慎一さんの主張によりますと、大琉球の、向きの議論をするときには考古学者はそのものですね、物を見ると、そしてその大琉球の頭部ののみ跡から見ると、明らかに大琉球は正面向きだった、これは大琉球の遺物遺構そのものが物語っているというふうな話です。はい、そして15ページ目になりますが、15ページ目は、
N27、これは私の隣にお座りの比嘉豊光さんが編集、委員長を務めていらっしゃる、時の目沖縄批評誌 N27、こちらの目次になりますが、これは明日12月25日発売なんですが、そちらの特集の1のところで、まあ、首里城最高大琉球正面向きの県民の声ということで、特集が組まれております。今私は手元に見本を、持っていますが、今日会場で、お申し込みいただけますと、送料込みで1000円で、お手元に、お届けいたします。はい、すみません。で、16ページ目ですね、見ていただきたいんですが、ちょっとスクリーンを使いますので、16ページ目はですね、これも後ほど皆様にゆっくりご覧になっていただきたいんですが、首里城最高研究会という研究会がありまして、今登壇している我々はその研究会の立ち上げメンバーですが、ここのホームページに、各種資料ですね、あと、文書、これは国といいますか日本政府の文書、沖縄県の文書、総合事務局、すいません、に対する、抗議要請文、等があります。あと、メディアですとか、このホームページをご覧になっていただくと、この首里城の再興に関する問題の資料がまとめられています。はい、それが16ページ目になります。そして17ページ、18ページなんですが、これは、今回初めて皆様のお目に触れることになる資料だと思います。17ページ目、これも後でこの中身についてはパネリストの皆様からお話しいただきたいと思いますが、これは沖縄県が内閣府沖縄総合事務局と、首里城の再建に関わる、寄付金ですね、50億以上の、寄付金を使って、それをそのまま、沖縄総合事務局日本政府に、譲渡するといった内容の覚書になります。これは非常に大きな問題です。これについても詳しくは後で、研究があると思います。そして19ページ目、20ページ目の資料は、これは首里城最高研究会、自ら考える首里城の会、首里城青年大流暢を考える会から内閣沖縄総合事務局に宛てた、抗議声明要請になります。これはですね、皆様もよくご存知かと思いますが、21ページ以降に最近の一連の、首里城再興再建に関わる、新聞記事をピックアップして載せてありますが、12月の1日に沖縄総合事務局の、いわゆる技術検討委員会が十分な証拠も示さないまま、これから、復元と言えるのか、本当に、再建する大琉球を横向き、相対向きで復元するということを暫定的に決定したというような、非常に、問題のある決定なんですけれども、それに対する、抗議要請になります。はい、で21ページ目以降はそれに関連する、記事情報になっております。はい、これらの資料を使いながらこのシンポジウムを進めていきたいと思います。はい、すみません、私から、前段の説明が長くなってしまいましたが、それでは早速ですね、向かって右側の、シータさんから、各パネリスト、お参加がいますが、約15分ずつほどでお話をお願いします。はい、皆さんこんにちは、シータだと言います。神奈川大学で日本史琉球史を教えることはないんですが、勉強しています。八重山中ですね、
よろしくお願いします。昨年のこの学会で、発表する機会をいただいて、ルベット画の古い写真を発表したということもありますので、今日呼ばれて参加しています。よろしくお願いします。で、なぜ宗教を研究しているかというと、宗教のですね、近代におけるその利用のあり方というのを、この大学 その神社研究チームの、私が代表をしているんですが、そこでやっていました。その関係で宗教の資料も調べていたということですね。で、平成の復元の時にですね、の彼、復元の論理というのは何かというと、1712年から1925年の間に建っていた首里城を復元するというのが基本方針です。で、その中で琉球に関してはですね、1879年を境にして、その後は日本の軍隊が首里城に入っているので、向きを変えられた。いつ変えられたかは分からないけれども、首里城に軍隊が入っている間に向きを変えられたということが前提になっていました。で、それは検証してないんですね。ブラックボックスです。だから、1879年の後の首里城の大琉球は横向きだったという論理で話を進めています。ごめんなさい、正面向きですね、に変えられた。で、その復元の根拠は1768年の寸法記というものを根拠にやっています。で、寸法記の絵が横向きなものですから、それを説明するたびに日本が変えたという論理で説明していた。ところが、私が見ている近代の資料、首里城の写真を見ていると、横向きの写真がないんですよね、一枚も。何だったそれは。ということで、でその90年代から、大琉球を考える会の皆さんが、その正面向きの写真を紹介しながら、おかしいんじゃないかと言い申し立てをしていました。で、それは無視されたんですね。何枚か写真がありますか。で、それがおかしいんじゃないかなというふうに考えていて、じゃあ、何か突破口はないかというふうに考えたときに、1879年以前の写真を見つけたら、答えが出るんじゃないかということを考えました。で、その琉球国の末期ですね、首里城を訪れる可能性のある人、しかもカメラを持っている人、そういう人たちがいないかというのをチェックしていきました。そうすると、よく、現物持ってきましたけれども、ルベルトガという人が、来てるんですね。で、彼が書いた紀行文の中に、首里城正殿の図版が載っています。これ1882年です。で、ルベルトガは1877年に来ていますので、琉球が滅ぶ前ですね。で、この図版はですね、青い目が見た大琉球国ね、というものに紹介されていて、よく知られた図版です。正面向いてるんですね。で、これを、復元チームの専門家たちは、誤読してた。誤読ですね。一つは、ルベルトガが来たのは、1879年以降だったね。要するに、沖縄県になってから勘違いしてた。徹頭してないんですね。で、この絵は、絵も誤読していた。どんなふうに誤読していたかというと、版画だから、正しくないんだということを言っていました。で、よく見ると、写真を元に作ったと書いてあるんですね。下のキャプションに。私はフランス語読めませんが、日本語もあまり達者じゃないので、あまりね、フランスの辞書を引きながら、短い言葉ですね、調べたら、そんなふうに書いてあります。で、写真を元に作ったと。で、調べると、当時、印刷技術の問題ですね。写真そのものを印刷することはできない。まだ。だからどうしたかというと、写真を貼り付けたりですね、写真としてプリントしたものをくっつけたりするという形で本として出すということをする以外は、版画にする、木版画にしたり石版画にしたりするということです。ただ旅行機ですので、よりリアルに作るということで、言葉で写真を元に作ったということを言えるということは、より正確ですよというメッセージですね。それを見たときに、じゃあ写真があるはずだということで写真を調べ始めました。で、フランスはですね、記録をたくさん残す国です。大事にする国。日本と違います。
日本は改ざんしたり撤回したりしますが、フランスは領収書一枚残すとよく言われます。もうあるはずだと、焼かれていなければあるはずだということで、コロナ禍でしたのでネットをちらちら調べていたら出てきました。簡単に出てきます。簡単ですね。私が調べて出てきたので、フランスもできない私が調べて出てきました。ネットで引っかかりました。データベースですね。で、博物館協会みたいなところを出した本なんですけれども、そこの、辞書を引きながら注文して、本当だったら5冊ぐらい注文すればよかったんですけど、博物館プレートじゃないかと思うんですが、間違って1冊にしてしまって、1冊しか持ってませんが、その中にですね、子孫が残した写真が載っています。で、それを見て、役を同僚にお願いしたりしながらですね、調べていた時に、独立学会から声がかかって発表したということになります。で、その時にいろんな反応が来ました。反応と批判ですね。そんなはずはない、フランス人が琉球の首里城に入って政権を取ることができるはずはない。で、なんで外国人だから、時間が間違っている、時期が間違っているというような批判も来ました。で、新聞社も、一面で取り上げてくれていますが、なかなか納得しないんですね。一緒に説明します。資料も相当作りました。で、事前に資料を見せてこんな発表するからって言って打ち合わせをしたりしたんですが、新藤さん、ちょっとこれ怖いと、本当かということを言われたりして、説得して載せてもらったんですけども、でそのなぜそういうことを言ったかというと、逆に正面向きでない人たちですね、相対向きの人から、いや、そんなはずないというコメントが来るものだから、やっぱりこう心配になったということだと思います。で、なぜそういうコメントになったかというと、一つさっき言ったようにルベルトが来た時期を間違えていたということですね。相対向きの人から、ただ1877年の写真じゃないということです。琉球国が滅んだ後の写真だということを考える。もう一つは首里城に入れるはずがない。でもフランスと琉球は条約を結んでいます。テリーの後ですね、条約を結んでいます。で、日本とフランスが結んだ条約よりも先ですね、先です。で、琉球人は琉球が滅ぶときに、いろんなと助けを求めています。アメリカにも求めていますが、中国も求めていますけども、その時にフランスにも求めています。そういう経緯を考えると、フランスから来たお客さんを入れると、国が滅びそうな局面で入れるということは当然考えてしかるべきだと思います。で、そういう意味では琉球の外交に対する知識が欠落しているということですね。で、基本的な知識です。だから、1877年というのは琉球が滅ぶ2年後に滅びます。これを通せ、琉球処分のプロセスの中にある。で、外交権を巡って攻め合っている。日本の内務省の役人たちがチェックして妨害する。その中で琉球の人たちは外国人を接待するという攻め合いの局面ですね。で、あえて取らせたんじゃないかなと私は思いました。で、それが理解できなかったということですね。で、そういうことを考えると、どういう根拠で考えてきたのかというのは非常に気になります。これは今日資料につけてもらった論文の中に書いてあります。で、そういうふうに、79年以前で、彼らが79年以降日本の軍隊によって向きが正面に変えられたと主張している根拠がないと、実は間違いだったということを確定しました。で、77年正面に向いて、じゃあいつ向きが変えられたのかということですね。で、寸法記と呼ばれている1768年の資料をベースにやっているんですが、それは西野先生が、いや、描きやすいように描いたんだと、向きを表しているわけではないという説明をされていて、絵の読み方に議論があるということですね。証拠にならないということです。じゃあいつ誰が向きを描いたのかということで、相対向きは今まで熊本人材が変えたということが否定された以上、誰かが変えたというのを証明しないといけないですね。
証明しないままに間抜けだというのは、まあ、科学的ではないと思います。私の専門は資料学です。資料に基づかないでやるということはありえないですね。専門歴史というのは事実に基づくと、基づかなければ嘘ですよね。まあ極端に嘘です。でこれは非常に危険なことです。歴史修正主義というところがあります。沖縄の人ってはよく分かっていると思います。集団自決とか文明とか沖縄の歴史が書き換えられてきたという歴史のことを経験して県民集会というのをやってますよね。それと同じなんですよね。文字で書き換えられたんですが、形を作り変えてるんです。根拠のないまま、まあ、根拠というか、まあ、根拠あると言ってますけどね。だからそういうことを、まあ、このルベルトガの写真は琉球国最後の今確認できている最古の修道の風景を伝えているものですが、やっぱりこう資料として十分になるということですね。で今回、まあ、国が暫定的だと言いながら横向きでやると、間向きでやるといったときに、じゃあルベルトガの写真は資料として使わないのか、まあ、使うとは言ってるんですね。相当矛盾している。資料をつまみ食いしてはいけない、基本です。自分に都合のいい読み方をしてはいけない、基本です。専門家委員会が歴史の基本をないがしろにしてやると、でそれを許しているということに非常に私自身は危機感を持っていて、まあ、今憤りに近い感じですよね。これは歴史の改ざんだというふうに私自身は考えています。もうそういうのが許されるとまずいなと思っていて、まあ、その写真が出てきたことはそういう意味ではそういうことをちゃんときちんと主張しなさいということじゃないかなと思って、まあそういう言葉で主張していますけれども、基本的に、間抜きでするためにはを維持するんだったら、誰が書いたのか、いつ誰がどこでどういう判断で書いたのかという証拠を持ってきて書いたことを証明しない限り証明無理です。間違いない。でどちらが科学的か、どちらが専門的な検討、検証をしているのかということをきちっと分かってですね、やってほしいなと思います。もうちょっと言葉はきついですが、そんなことを考えております。細かいのはですね、読んでいただければ分かると思いますので、読んでください。よろしくお願いします。はい、シータさん、ありがとうございました。はい、まず壇上のパネリストの皆様から15分ずつ、お話をいただいて、それで、まあ、予定通りですと3時になります。そしてその3時になりましたら約10分間休憩入れて、司会からの質問ですとかパネル、パネリスト同士の、トークですとか、で、その後に会場の皆様から、質疑をお受けしたと思います。はい、では続きまして、伊佐慎一さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。ですね、首里城が燃えて、まあ、約2年になりますね。首里城はですね、私の自宅から、私の2階からですね、燃えた時、もうすごい真正面というか、見える位置にあって、燃えてるのを見て、近くまで行ってですね、見たのが2年間です。見ながらですね、まあ、まあ、偉いことだったなという思いはあったんですけれども、と同時にですね、沖縄はこの後ちょっと何て言うかな、試されるなと、これからが大変じゃないかなと思えたこと自体も、まあ、残念なことではあるけれども、その後が、まあ、何て言うかな、どういうふうにして対応していくかなというふうに思ったことを覚えています。案の定この2か年間ですね、見ているとですね、いろんな問題が、まあ、出ちゃうんじゃないかなという気がしています。まあ、なんていうのかな、特に首里城について詳しい専門家でなくてもですね、まあ、通常のテレビとか新聞読むくらいでもですね、まあ、ちょっと注意しておれば感じることだというふうに私は思います。そのうちですね、今日のこれシンポジウムのタイトルは、
新党最高と琉球沖縄の主体性って言いますね。主体性ですね。主体性というのはこれ主体は山手は日本政府じゃないんですね。沖縄というふうに言ってますから、これについて還元場合ですね、大体まあこの2か年間で大体5つぐらい大まかな問題があったんじゃないかなという気がしてます。まず第一は新党を置いて亡くなりましたけどね、あれの原因と、そして燃えてしまったこれ責任はどうなのか、これはもうここからすると足のためですね。個人の落ちてないんですから、公の建造物ですから、しかもそこにはちゃんと管理する人がいるわけですね。ボランティアじゃなくてちゃんと給料もらって仕事してるから、まずね、自分の身をですね、きちんと誠意に決着をつけないで次の仕事に行くということがね、まず主体性からまず外れている問題が曖昧ですね。これが一つ。二つ目がですね、もうこれ、最近はほとんど問題にしてませんけれども、首里城は今あれ建物と土地は沖縄のものであって日本政府のものですね。要するに国の所有権です。首里の所有権、ですからこれを根拠にして日本政府がこれは俺たちのものなんだから自分たちが、再建するとかどうこうするというのは、まあ、だってそうですね。我々の個人、ね、近代になってからですね、まあ、一番あの何て言うかな、法律上で言うと沖縄では昔はですね、土地など重要なものはですね、共有、島の共有だったんですけどね、個人じゃなかったんです。これが近代になってからは一人一人の個人所有権、だから所有権というのが一番肝心ですね。所有権の方が一番強い、いわゆるこれ法律用語で言うと債権というんですけどね、債権、だからこれに基づいてやるから当然のごとく日本政府、大和の方が主導権を持ってやるというのは、ね、当然ですね。だから取り返さなくていかないなという議論が出ましたけれども、いつの間にか、まあ、消えてしまって、なくなってしまっているということですね。そして、まあ、現実にですね、燃えてもう 2,3 ヶ月すると日本政府が、閣議でもう首里城の、再建の復元の、大まかな計画を立てて、仕事をし始めますけれども、その時にですね、まあ、確か問題になったのですね、まあ、沖縄が、やるにしてはまず第一に金がないんだと、だから日本政府国がやった方がいいんだという意見があったと思います。これ当然ですね、こうやって実行するんだから金がないと一番ですね。さっき言ったのは金だから、お金と、そしてやっぱりもう一つはね、金だけじゃなくて知恵がないとですね、計画を作って、段取りをして、いろんな工事関係者を採用するね、だから金と総合計画、この2つを持たない限りは、持たない限りは主体性があるとは言えないんですね。自分事じゃないから、これがあります。ところがですね、燃えてもう現在までに、約、2年になりますけれども、沖縄の内外から寄付金、資料の復元について使ってくれている金がもう53億以上あるわけです。当初誰もこんなね金が集まるなんて思わなかったですね。だからある意味で言うと金の面がですね、心配なくてクリアしたんです。問題はあと一つですね、計画、実行、栽培、どうやって作るかというのは、知恵というのかな、能力ですね。これが問題になる。この場合ですね、一番まあ問題になるのが、要するにお金の使い方ですね。まあ、いろんな経緯がありましたけれども、
結局は、ね、日本政府が作っていいか作ったけれども、その中で作る、主な、材料費、建築費等は、この給付金を使ってやるんだと。この間7月に20つのうちのまとめ、当面24億使って、やろうというふうに取り組みをしています。ところがですね、この名称はですね、この基金の名称は沖縄県首里城復興基金という名称です。これを作ってるんですよ。だから全くの何ていうかな、日本政府のものでは大和のものですね。要するに財源が民間の金なんです。で、その財源の私たちの金なのに、総合事務局と沖縄県が結んだ覚書、先ほどのこの中資料がありましたけれども、これを見るとですね、まあ、ほとんど完全なものは1から15まで、日本政府、沖縄総合事務局と、それと一緒になった技術検討委員会という10名の委員がいますけれども、これでしか決めてない。沖縄県は何するかといってね、それに指示に基づいて、工事を、何ていうか、取り行っていくということです。ですからこのお金の使い方はもう一番肝心かなの計画とかね、執行の、準備の方面も日本政府がやってるのに、それに加えて沖縄のね、全くのね、日本政府からもらった金でもない給付金、これをね、この日本政府技術検討委員会等の計画に基づいて勝手に使われようとしているというのが問題だというふうに思います。それからですね、まあ、あと2つはですね、まあ、簡単に紹介しますけれども、今日話題、まあ、これから話になる大流中の向きの問題、それともう一つですね、首里城の中に使う建築材料としての沖縄オラジオ菓子という、非常に古い、数十年、まあ、100年単位のにならないとなかなか、大きな大国にならないという、まあ、非常に珍しい、どこにでも入るようなものじゃない、その木をですね、ヤンバルと石垣のものを切ってやるということについての問題ですね。いわゆる環境調査アセスメントですね、そういったものの説明が十分なされていないということがあるんだろうというふうに思うわけです。それでですね、今進んでいる首里城復元の仕事は日本政府が災害を送っています。そして、その中の委員会、が、取り仕切って方向付けとか、肝心なものを決めているけれども、じゃあ一体肝心要の沖縄の人たちのお金の使い方もそうなんだけども、意見、今日のテーマで言うと大流中の向きが、この前森岡まで燃えた首里城の時は相手も来たけれども、まあ、あの時から相手も来てるのはね、おかしいんじゃないかと言われたけれども、それがいわゆる学術資料をもとにしてですね、相手も来てるのは少なくとも正面向きのを示す資料以上のものはないということが分かってにもかかわらず、また相手向きにしようとしているわけです。そういうことですね、沖縄の中のですね、財源の意見、県民の声っていうのが、素人、専門家を含めてですね、意見が、十分に汲み取られていない。まあ、ほとんどなんていうかな、ご利用しだ。まあ、この具体的にね、どこがご利用してね、無理問題で、ね、言ってんだということをね、この後、話することになると思いますけれども、
このお金の使い方、そしてこうやってね、具体的な、第11分で証明を見てるのか、相手向きになってるかというのは、なんていうのかな、流暢の動きがね、証明を向いているのが相手向きだろうかね、なんていうのかな、それがより事実であればね、どっちもいいんです。まあ、検討委員会の中に見える、まあ、そこに、相手向きだと言っている、学者、まあ、元学者かな、の言っている説明が、なんていうのかな、具体性、そして実証性、そして論理的な秩序になっていない。たものをね、そのまま打ち上げて伏させるということは、沖縄の、なんていうかな、まあ、もっと分かりやすいことを言って考える力というかな、きちんとした学術書的なものが、無視されていくという、これはですね、単に大衆がね、相手向きなのか、証明かというこれによって、要するに自分たちの、なんていうのかな、自主性、まあ、最近の言葉で言うと、自己決定権というのかな、うん、これにつながるものだと思うんですね。だから、この2年で出てきたこの5つぐらいの問題、これは沖縄にとっては、大和政府、また外からの力に対する自分たちの力で考えて実行するという、自治の問題、セルフコントロールというか、それでね、一番いい今トレーニングというかな、で試されている。こんなもう こういったところがきちんとできないものがね、自立とかね、自立経済とか自己決定権とか、そしてゆくゆくは独立とか、そんなことはね、まずなしようがない、ものほどのね、論理から言っても、そういう意味で、今日この後お話しする第11条のですね、ことを考えているのは、うちのあんたがね、頭の手というのかな、これはね、今のように行くようだったら、まあ、もううちなんだ、なんていうか、もう、この手でものかと言われても仕方ないな、というふうに、まあ、思うんです。まあ、一応15分で、一応、とても面白いです。はい。佐藤さん、ありがとうございました。ぴったし15分でした。ありがとうございます。では次は比嘉豊美さんお願いいたします。愛されだこの私が椎田さんとか伊佐さんの提言のね、学問などを積み重ねていると全国日本語市場自由ですが、お姉にの今年下北沢さんにもやさい。まただから学術的な進歩を夢で下北沢氏ですね。じゃあ私の秘書さんところ、下北沢氏だんだんけ、まずは博物館地毎年そうですが、私がやっぱしね、また独立学会を進歩を夢で下北沢氏ね、新計画を夢でなんと本当にいくと、ただ。この首里城の話ですけれども、ただ、終わった独立学会駅2回目、独立学会駅に2回進歩に行くそうで、私が、また首里城最高研究会長、この言ったように、首里城最高研究会長ですが、この首里城最高研究会で3回そうで、3回、私で5回目に行くのは、首里城最高、手直しと先生関係ですし、そういう
お先なら僕らの心配事務室に名前しがあらてしにならやすい解決するしかぬん、しびちしてなとねえじゃん。本当に、これはむんちゃいけないしぐん、いえ関係より。あとで、渡辺は水道最高研究研究として、去年の、まあ、10月、9月ぐらいにや、私が、この上に見よう。これ、沖縄で国際平和戦2020関係、この去年の、これ、5月ぐらいから計画装備でいくと、釣り場の、やっぱ震災候補として、やっぱし、昔、やっぱり、また、この、平和技術圏、マジョンサーなんて、これ、新扱っており。あと、また、これ、どこでこの時、シンポジウム装備ください。あと、また、釣り場として、やっぱり、文化、要するに、文化政策としか、沖縄県民は見よう。水上の、最高、ルネサンスの関係よ。あのうち、要するに、県庁 の文化行政の中に一丁美しがよ。あ、そうだ、もっとあえて名前で言うね、無責任な議論しちん、ティーチンゲンにあんたか。これ、無用がですよ。生つぶきさ、久しぶりさんの無が一丁美しが。やっぱし、私もとるせ、本当文化政策レビューとかやさや、この水上の政府。私が、このら、実際から言うと、国の検討委員会に実施や、この学者の人、ね、宝新氏とか、浅田新氏とか、ね、文化人ウィービー氏が、私が、このね、県総理生、宝倉出身氏ですね、名の副知事や、あの部長、やっぱし、文化人の特技の氏が、政治家の民族やったりや、あと、この、わたがなお水上を再興して、結局は政治問題にしないで、チャージなんて見えねえのは、あちゃ、あかかんちへびりません。ほんと、こんな問題くんで、チャーガラシーをしに言うのだ、なま、喫茶会で通ると、11月1日に言うので、国の検討委員会が、すごな、水上の正面向け、流水や正面向けのアイタム関係選手、そして発表さなけ、あせ大事なと思うんだなけ、ささなし要するにね、抗議、抗議、地、基地、女子が、全然あすがな、おったやの、聞く耳、ね、ビラムとおさえ。ほんと、ちゃんぶとうし、あせおったや、お好きなな、要するにシンポジウムせんのさえ。また、おたが、それぞれ最高研究会し、最初にシンポジウムすんだなけれどよ。この、マスコミ、新聞社組よ。タイムス連載は15回ぐらいいるの。もう一回カトリーとしてくや。15回の連載は、私は、新刊のチャートにあるけ、学者とかの役やですね。15、6名ぐらいあるけ、新聞系拡張民や。この、首里城の問題や、私の主体的な問題やのる。本当一、また、新法へという12、3回装備の。あと、新聞写真よ。バッターが仕掛けて、要するに日本の問題、取り上げて、新聞社の文化連で形成として、2時間の装備で。あのと、言うんですよ、うちの日本の、すぐちゃがう問題は、一遍、ね、知り渡りやんけ、理解して、さがらさがるせ、バッターやな、アニバチ新刊でしゃ、集めやんけ、な、1年あんまりやめと。あんしがな、チャーシンなら生身よしに、生、歌よしに、スリジョンの代理主義は、国が君へ来らなて、なな、せちゃーしがやれる、とかな、道義しが。あんしが、あいがな、じんと、沖縄県のよ、実は、伊佐さんが言うんですし、結局、53億の給金、ルーターが、すくやなけ、うぬじ、すくやなけ、国け、あげますんち。まあ、あからはじいるけやせ。あのと、この、水上うちいち、私は宇宙文化とかのやきやし、中央だから、独自学会心、本当の新装備士が、俺、茶の風神氏と、なおかれやきやすむしが、なしまじょんし、じくがやすが、
ナムカルモデルの技術が、ワッターガイドの結局は県議会の例人を、2回陳情する陳情おさまけ、知事の面談を1回予想便と知事進むおさまけ、また県議会議長と2回面談送便おさまけ、県議会の役員を土木委員会人を、いろいろですねこの、私が元市が議員経理を本当に質問しよう、しようとし、議会で質問、2回、要するに、9月議会と今度の11月1回、2回、一応やなんかあの質問のしゃべたしが、やっぱし、生の、この議員のチャーティング、提言を終わったうち、あと通すとやんとして質問のうちに、また与党や野党に野党が雨あらんだわけ、全然免疫が赤く見られます。本当、こんなくなる問題でせ、なあ、変やくし、このうちのあの文化の氏が、なものよすに、だから、まあ、新聞社とか宮城の文化の結構やんで、協力地区の氏が、ならならやすの、お席のあなたのチャーの名前ですし、維持長寺氏が、チャーシー、ウリガ、カワイガ氏が、ならばであったら分かりません。本当、今日のね、また、3名が、カレンさんけにね、おむすびしかれる氏が、これよりも、やっぱり、調子な独自学会や、慣れな、なひん、集めせ、上皇位氏が、つぶやきらはい氏が、このイケラールスのチャーム、エビティング、んなし、キーアゲアケエビヨン、チャーグラサーネ、ウレメレムラバケビランドシェ、ボケピンソリオリン。ほんと、だ、ウネ、まあ、サシルジャーシーが一応、アーティストなわけ、結局この芸術エンジンを展示会し、表現賞でございます。要するに、流中やメール、キーアビンドと、要するに、病中や終わった女の面倒し。ダンスと、地方のこの N27 位という、なんと、結局、チャーシン、普段の本当やりを、最初の竹谷の、この宮城明野さんの写真し、これ、トップの、グラベルに行った次は、9個の筋になるし、スリの経緯だ。やっぱしりの、この首里城ですね、チャーチャーシェーティング、まあ、国見県というのは、要するに、来月に、1月の30日に、話し合いさなきゃ、君に触れる日が、一応は暫定的にならなきゃ、11月別に君やなきゃ、あと、な1ヶ月半ぐらいある日が、この映画に、やっぱし、チャーぐらいし、より、ひっくり返すわけで、免許内議論くださる。反則と、なしまじょん、頑張りくやる、どういうと、ゆたきしのが現実だ。はい、伊賀さんです。ありがとうございました。今、お三方から、いろいろな、ご発言、情報提供、ご主張、ありましたが、後半、まあ、今ちょうど2時55分ですので、10分くらい休憩して3時5分から、第2部ですね。まず、私の方で今の、3名のパネリストの話を少しまとめさせていただいて、いくつか確認事項を、私の方から、させていただいて、その後に、返答があってフロアを、やり取りしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ではまた、10分後の3時5分から、ね、再開したいと思います。パネリストの、皆様ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしいでしょうか。
まあこのあと、4時まで、まあ少し延長したとしてもまた次この会場予定が入ってますので4時15分ぐらいまでは、議論が白熱したら延長できるのではないかと思っています。すみません、メモ忘れたのでちょっと一つ。はい、大変失礼しました。先ほどですね、3名のパネリストからお話をお伺いしましたが、まず椎田さん、いくつか追加でいろいろ教えていただきたいんですけれども、まず、まあ、これまでの、この何て言いますか、大流中横向き相対派の主張としては琉球時代に横向きであった、そして1879年、まあ、いわゆる琉球処分、まあ、琉球が植民地化されて沖縄県になって、それで日本軍が横向きから正面に変えた、そしてさらに首里城正殿を神社化するときに正面から横向きに戻したというのが、まあ、あちら側というか相対横向きの主張なんですが、でそれを覆すのが1877年のルベント国の地になるわけですね。はい、でまあもともと琉球時代は、まあ、この写真が出た後にじゃあ琉球国時代に例えば1846年はこの1877年のルベントガの写真が撮られる30年前は横向きだったという主張、新たな主張をしてきましたね。で横向きだったり前向きだったり、でも横向きだったという証拠は探せなかったというふうに、技術検討委員会は証拠は探せなかったということを認めているんですね。で、まあ、そこで誤読、まあ資料の読み間違いじゃないかということから、まあ、一歩踏み込んで、まあ、改ざんですとか、まあ、知識不足じゃなくて、資料の何ですかね、つまみ食い、あとすり替えとか非科学的というような説明もありましたけど、この辺のこの前向き横向きの変遷と、まあ、その証拠があるのかないのか、ここについて教えていただければと思います。はい、まあ、細かい話は議論をですね読んでいただければ分かると思いますけれども、近代1879年以降の議論をベースにやっています。でちょっと言い忘れたのは一つですね、日本のお城と琉球のお城、まあ、首里城ですねは根本的に違うということですね。日本のお城は軍事基地拠点ですね、簡単に。で軍事基地ではないお城というのは基本的ではない。で王権または主権でもいいですけども、琉球のお城は王宮ですね、王様が住んでいたところ、しかも外交儀礼、要するに外国の施設を迎え入れるところです。日本のお城もそういうところはないですね。ない。基本的にお城といっても違うということが前提です。でそこを、まあ、なんていうかな、日本の研究者が来て研究するというのもいかがなのかなと私自身思ったりしています。で琉球のお城は王宮であり、要するに外交施設が来る迎え入れる場所ということを前提に考えるべきだということですね。で、琉球の話は先ほどのトムさんの話を聞くと、相対向きの人たちの主張は論点のすり替えという手法が取られています。まあ、一つは時期の問題ですね。首里城は復元というのはいつの復元か、でこれは明確に出されていて、1712年から1925年
体の正殿を復元すると、これは首里城側も言っている。でそれをそれを議論しているわけではないですね。その間に立っていた大臣というのは基本的に正面を向いているという主張です。でそれを違うふうにすり替えて議論しています。でもう一つはですね、大臣の向きがコロコロ変わったという言い方をしている。でそれがあたかも前提のようになっているんですね。でその証拠はありませんですね。だそこがなんでこんなことを平気で言うのかなというのはよく私には理解できないんですけども、向きを変えられたっていう証拠はないと。で変えられたのはその昭和の修復ですね、沖縄神社になった時の修復です。その時に変えたということですね。琉球側で向きを変えたことはないと思います。あったとしても証拠がないと。証拠をまだ見出してないので、今の段階ではないと考えるのが証拠に戻すと思考かなと思いますね。でそういう意味ではでもう一つはですね、竜中と竜を考えたとき、竜というのは王権の象徴です。で首里城の正史、琉球国の正史休養というの中に、首里城のですね、建物の向きとか方位とか結構重要なんですよね。風水を見たときにあんまり向きを変えるなというふうに書かれています。その向きが今の絶妙だと、竜中のことは書いてありませんけども、でそういう、そういう首里城だから木が溜まって、来るんだということで向きの大切さ、位置の大切さを書いているんですね。でそういう考えるとコロコロ変わるということは逆にありえないと私は思っています。でそういう考えると向きの議論というのは実は琉球の文化、思想、王権をどういうふうに考えるかという根本問題ですね。根本問題で間違うと本当に分かっているのという話になりかねないだと思います。コロコロ変わるという理解で琉球史を理解しているのか、それはちょっと違うんじゃないかというふうに、でまず証拠を出せばいいんですけど、証拠を出さずにそういう言い方をする、それが学者の通説であるということも書いています。堂々とですね。それもちょっとよくわからないことですが、どういう学者か、どういう専門家かわかりませんけども、そういうことを言われています。でだから琉球の今の理解ではコロコロ向きが変わったというのは証拠がないだと私は思います。で、変えたのは昭和の修復、神社にした時ですね。それ日本の神社です。でそういうふうに考えると、まあ、首里城って何か日本の城と違いますよ、王権の象徴ですよ。でそこに日本は、軍隊を持ってきて神社を持ってきて、琉球を武器を変えたというのが、まあ、近代から見たものですよね。そういうふうに考えられます。だからそういう意味では先ほど石田さんがおっしゃったように、琉球の向きは単なる琉球の向きではない、我々が試されている、琉球の理解が試されている、思想が試されている、文化が試されている、変えられても何もできないのかということですね。あなたたちはこういう文化ですよ、コロコロ変わる文化ですよ、言われているのに等しいですね、というふうに私は思っていますね。はい、ありがとうございました。まあ、一部なんか新聞にも間違った報道がなされていたりしてですね、沖縄県内の新聞でも琉球時代に横向きになったり正面向きになったり向きが変えられたというような記述がまだ、散見されるんですけれども、まあ、これは私たちはきちんとこれは間違ってますよと新聞社に抗議して、それは新聞社も受け取ってくれますが、向き横向きであった、あるいは横向きになったり正面向きになったという記録証拠が全くないんですね。まあ、でこの動かぬ証拠としてあるのがこのルベルとかの正面を向いている写真という、まあ記録がないということは向きは変わってなかった、もともと正面向いたんだというふうに考えるのは普通じゃない、矛盾ない考え方じゃないかと思います。はい、ありがとうございました。伊佐さん、
いくつかの問題を提起していただきました。まあ、琉球沖縄今示されている、消失の原因と責任の明確化、ルグシク首里城とその土地の所有権の問題もありますね。あとは、まあ、大琉球裏白河市、まあ、裏白河市に関しては、アセスの問題も、あります。で、まあ、大琉球首里城再興の問題は自己決定、自治、セルフコントロール、まあ、独立まで、まあ、試されているというか、まあ、それを取り戻すいわばトレーニングではないかというようなこともありましたが、まあ、その中で、首里城再興のためのお金と知恵、これは今の琉球沖縄に実はあるわけですね。まあ、お金は寄付金が53億円以上、今でもまだ増えていると聞きます。で、専門家も沖縄にいるはずです。いるはずです、います。例えばこちらにのパネリストの方々ですとか、首里城の大琉球を研究して復元までした西村先生ですとか。で、しかし、まあ、お金と専門家はいるはず、まあ、主体的に沖縄ができるはずなのに今できてない。まあ、それはなぜなのかですね。日本政府の圧力なのか、あるいは沖縄県のやる気のなさなのか、まあ、その辺を、覚書ですね、沖縄県が総合事務局と交わした覚書、今日初めて、皆様に公開される、と思いますけれども、まあ、これは、沖縄県に情報公開請求して、それが OK が出たので今、こちらでシェアしたいと思いますが、お声書きの問題について伊佐さん、もう少し具体的に教えていただければ。お手元の資料の17ページ18ページにお声書きがあります。ですね、この前作った修道で作った時にはですね、沖縄のやっぱりなんていうかな、体力、経済的な、ね、まあ、自力がそんなになかったから、まあ、日本政府のに今頼って、まあ、作ったときあるけれども、まあ、今やですね、沖縄の経済というのは、まあ、去年から今年にかけてコロナで観光客も減りましたけれども、もう約、ね、年間1000万円ぐらい入るぐらいの、規模になってまして、もうかつてのような、経済の困難では言えない。しかも現にこうして公の税金を使わない金が沖縄の海外を含めてもう50何億も集まっている。だからさっき言ったように十分と金の2つの問題のうち少なくとも金の問題についてはもうすでにクリアしている。ところがね、この金はね、自分たちのものだという意識が、まあ、ないというかな、沖縄県は自分たちが持ってるんだけども、代表して。この覚書きによるとですね、例えばですね、第3条。3条のですね、1項、最初にですね、沖縄総合事務局は、制作物の、まあ、例えば事務所とかですね、流通物の課税とか、まあ、通常のもう主なもの、の品目、寸法、数量、品質、譲渡を受ける期日等を決め、これを沖縄県に提供すると。そして第2項で、沖縄県は調達する製作物の 選定をしようとするときは、沖縄総合事務局から提供された使用、要するに先ほどの言った寸法、数量とか一切がそうですね、の中から候補を選定し、沖縄総合事務局と協議を行い決定すると。この協議というのは、なんていうかな、ここはこうだから、あしたは聞いてみるじゃないですか。もうほとんど実質的には、自己承認、任意提出。協議というところで非常にね、同じ場所に、ただ言うだけで協議になるんです。この場合は。実質的な、総合事務局は全て一切合切1から10まで決めたものをその通り、あとは、
それからその第、2項の後半5分にですね、なお調達に、かかる経費は、沖縄総合事務局に譲渡するまでの、保管管理及び運搬に関する経費を含めては全て沖縄県が負担すると。そして第3項で、沖縄県は全校で決めた制作物の制作工程や作業方法についてあらかじめ沖縄総合事務局の確認を受けるんです。要するにですね、制作工程、作業方法、業者の認定というか、どこせどこの、企業、専門職員をやるということまで全部決めていく。その後の何ていうかな、そのレートの前に乗っ取ったものを沖縄県はやるというだけの話です。それからこの項目のですね、後ろの方の例えばですね、第4条の後ろ4条、それから5条を見てですね、沖縄県が、沖縄、総合事務局に譲渡した後において、その譲渡したものが何か欠損とかね、ちょっと不具合が見つかった場合は、もう一回やり直させて、もう一回作らすと。それも自分たちの沖縄県のその金品を使って、作り直しさせるということが書いています。沖縄総合事務局が負担するのは、その確認に行ったりする、旅費、まあ、同じ話になりますから、まあ、交通費かな、旅費で言っても。飛行機で行くわけだから、交通費だけは沖縄総合事務局が負担しますというのがこの覚書です。これが3種類作られています。これはですね、もうほとんどあれですね、いわゆる地方自治における、自立性、地方政府、国と地方自治というのが、関係、もう全くの上下関係ですね。もうこれほど何て言うか鮮明に現れたものですね。私たちが最高研究会でこの文章を入手する時にですね、もう正直言って呆れましたね。沖縄県は、トップから担当者まで沖縄県が主体的にね、自主的に選んだと。沖縄総理人と意見も言ってやると言ってるんだけども、意見による余地が持たない、もう決まってない、総合事務局ってね、県知事の委員会がちゃんとこういうのを抑えてるんですよ。こういうふうにしてね、現実の水上の建築は進んでいるんです。この国は日本政府の問題は何ですか。何恩義を感じる必要はないじゃないですか。自分たちの金について注文、意見、言えないということは一体何だということですね。人間が実するための一番の基盤は経済ですよね。自分の飯をね、自分で稼いでやるになる。だからお金というのは、まあ何をね、まあ社会生活上、まずは何よりも先立つものだけれども、この金についてね、こういうありさまで、もうほとんど一方的な、使用人と、主人と、私は主婦には、ね、もう主人と使用人の関係です。こういったことがね、裏の方で、知らないところで。今日、ね、我々の会議以外にこうして公表する、今日が初めてですから、新聞社も誰も知らない。そういうことですね。いいかな。はい、ありがとうございます。やっぱり改めて見てみますと、沖縄総合事務局が認め、定め、まず定めるんですね。で、沖縄県はそれに基づく何かこの、下請けみたいな感じですけれども、総合事務局が決めて沖縄県はその通りやりなさい、でもお金は沖縄県が払います。まあ、沖縄県に
沖縄県と那覇市に寄せられた寄付金、まあ、これも沖縄県の予算として基金化されているんですけれども、下請けしてお金も自分で払うというような極めて不平等の条約、まあ、なんというか掟15条みたいなのをちょっと思い出すような、感じの覚え書きです。ありがとうございます。これは大変大きな問題になると思いますが、続いて、日向富光さん、まあ、こういう覚え書き もう世に出ていろいろ問題があるんですが、この問題を、解決する、あるいは物事を動かすためにですね、もう私たちは何をした方がよろしいでしょうか。寄付金返せ運動ぐらいをした方がよろしいのか、そこまで踏み込んで、ご発言お願いします。まあ今の質問日本語で、僕たまには日本語できますやっぱり我々はだから何のために京都国立学会という人たちが集まってたということも含めてです。おたおちなんとかだから独立しかないかとか、やっぱし危険力も含めて抗わないというかねそういう意識があるから今独立学会というのがある意味ではもうね、8年ですか、9年経って改めてもうね、独立というのを掲げながら戦ういろんな行動を起こすという作業をしない限り、もうある意味ではもう、まあ、復旧50年も含めてですけど、我々というのはだから改めて、ね、みんな強い意志を持ちながら集まっている人たちと思いますので、こういう首里城最高研究会とか要するに今指定的に、ね、動こうという沖縄文化をどうにかしようという人たちが改めて自分の足元から、まあ、本当に意味で、要するにいろんなある意味では意味的に結局たまたまこの首里城の問題というのはだから今寄付金とかなんかである意味では県議会の問題にもあって、陳情にもして、県知事にもあって、県議会の2回にもあって、結局のところ何も動かせないというのは我々の力不足ですよね。とそれはだからメディアも含めていろんな行動を今起こしているんだけど、改めてこの国のとか検討委員とかそういう届かないんだけど、届いていても聞かないというのはもう無視ですよねということも含めて、これを渡落ちなんとかだから意識的にもうね、ある意味では、いろんな行動みたいなことを起こさない限り難しいということですよ。だからまあ、僕ら首里城最高研究会としては、これらの那覇市議選挙にも実は言うと首里城は正面向きという旗を掲げていろんな運動もしました。やっぱりそういう行動を起こすということを示して、もちろんトム先生はですね、アンケート調査とかね、那覇市の皆さんとかですね、いろんな人たちにもアンケートとかそういうのをやっています。私それらに行動を起こして、やっと今、まあ、ある意味ではメディアも受けながらですやってるんですけど、改めて、まあ、先ほどから渡辺先生に首里城の大中の正面向きという、それは実を言うとだからこの問題は勝てる戦いなんですよ。誰が聞いても正面向きというのは理論的にも、またうちのシーサーの文章シーサーも全部正面ですよと、ターゲイチンアテネードってあるのに、そのままあるしなるんで、文献というかそういうね、相手向きの絵図という、まあ近代でもう延々にこればかりしか食べられないこの人たちの論理でもう決めるから、もう本当にある意味ではうちの手が爆裂されてるのか、まあなんか要するにこの間のなんか、ね、改ざん問題とか何やかでいろいろね、国会の議論されながらにも無視されて、やっとの出てきたりとか、そういう問題と同じようにですね、また首里城のこの正面向きとか、そういうのは当たり前にも誰が見ても正面だよっていうのは、世論はそうだっても、国の、ね、検討委員がそうすれば、メディアも含めてですよ、メディアの中にも、あっち側の方がたくさんいるということを我々はもう考えなきゃいけないと思いますので、まあ、そういう意味でもあと
1ヶ月半ぐらいありますので、皆さんの行動力というか、みんなで一緒に動きながらですね、やれる状況を作りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、無視されているですね、本来勝てるはずの戦いなのにということで、まあ、その辺どうですかね。寄付金返しなさいという運動ぐらい必要ですかね、はい。まあ、あの会場の皆様も首里城の、再建には、寄付金を寄せられた方も、数多くいらっしゃるのではないかと思いますが、それが今このように使われそうになっている、いうことを心に、留めておいていただきたいなと思います。はい、それでは、15時30分を少し過ぎましたが、会場の皆様からの、ご質問をお受けしたいと思います。はい、あ、マイク持ってきます。新田さんに一時的質問と見解を聞きたいんですけれども、私は大九州の証明チェックの方を支持しているんですけれども、新田さんの論文の中に出てくる、27ページですけれども、プリズムの名前の真ん中に、沖縄神社としての修復で大宮宙は正面向きから相対向きへ根本的に改変させている、まさに大宮宙の目標相対向きに書いた当事者の、記録となるというところがあって、それから、32ページには両代その両兵が相対戦争を絶対で両兵が中途時に大宮宙を正面に理解は誤りであることも確認されたもの、それが一番新しい段階の話じゃないかなと思うんですが、従来の市民の間からも指摘されていましたけれども、この大宮宙の向きを相対向きに変えたのは、まさに沖縄神社を、作るためじゃなかったかと。そうすると、この問題に大和の神道神社神道を沖縄に押し付ける、さらにはそれをやる大和家のイデオロギーとして利用していく、その流れで、この正面向きから相対向きに変えられたという指摘が成り立つんじゃないかなと思うんですけど、その辺をもっと強調できるかどうか、もっと強調した方がいいのかどうか、この辺をお聞きしたいと思います。おっしゃる通りですよね。その、昭和のその沖縄神社にした際に、向きを変えたと、これはもう確実ですね、確定、間違いありません。で、沖縄神社を作って、首里城を沖縄神社にした、正殿を拝殿にしています。後ろですね、社殿本殿、まあ、はその拝殿、正殿の後ろに作るんですけども、その沖縄神社を、まあ、公民化ということに使った、それはもうそうですね、それも別特に私も同じような意見です。ただ、まあ、首里城の琉球の向きの議論をしているので、そこは言わない、まあ、私の本来のテーマはそこでは、そこをやっています、研究テーマですね、そこをやっていますが、まあ、首里城の向き、琉球の向きの議論ですので、そこはまあ、触れずに。やっていますけれども、太田先生なんかが主張しているのはもう別に
別に私もそういうふうに思っています、ね、そういうふうに理解して、もうちょっと強調してもいいと思う。ですね、相対向きを言っている人たち、まあ、たちと言ってますが、まあ、公式で相手向きを、が学術的に、ね、正しいんだと言っているのは2人しかいません。たくさんいません。今のところ2人です。私が知ってる限りは、高田倉石と言うと、浅田進という、この2人。これは検討委員会のメンバーです。ですね、これはもう、随分何十年前からなんだけれども、まあ、高田さんの名前、それからもう一人の京都大学を定年退職した伊織という人も、この寸法規に基づいて、大分中は正面向いてるんじゃなくて、ね、相手向きなんだという根拠にしているこの寸法規は非常に正確で、もうほとんどね、疑う余地がないんだと、疑う余地がないというんだけど、もう完璧に言ってるな、30年前から、この3人が。まあ、だから浅田に加えて、伊織も含めて、それでね、まあ、そうだったら、じゃあというね、今日の配布資料がね、新田さんの配布資料29ページ、29ページ開いてもらえますか、正面のですね、相対向きになって、流中の絵が描かれています。見えますよね。私前からこの言ってんだけど、この流中のね、左側の運行、そして右側の味を口を開いてです、左側の竜の右手、そして右側の竜の左の手が下に置いてますよね。実物は、全部反対です。正面から残って右手はね、砲撃、弾を押すね、こう打つ。そして左側はね、外側の奥でこう打つ。そして内側は下ろしてるんです。意外と反対です。だから彼らはね、まあ、例えば非常にね、寸法が正確なんだと言ってきたんだけど、じゃあこれってどういうことかと、これは答えではないですな。この間の、去年の暮れの、説明新聞、沖縄テレビの新聞では、この京都大学の名誉教授という言われている人は、寸法規とね、違って思考を作ったんだと言ってるけど、もうね、もう頭がおかしいって、しきりね。ということは、これ寸法規、正しくないんだな。そして、大流柱というように、大流柱は柱なんです、柱。ほとんど一本のまっすぐの。柱のように現物になってますよね。写真も全て。これは絵を見て限り、柱になってませんよね。首のところがぐにゃっと曲がってますよね。そして頭の感じ、鱗など、正確でね、まあ、大嘘だな。要するに、シーサーではなくて、竜だというふうに、まあ、分かればいいというぐらいのものだ。これを、もう何十年前からね、正確で、精度が高くてね、一級指導できる。答えきれる。この間の先々週かな、相対向きに今度するというね、記者会見のね、音声の、録音を、みんなからのものを送ってもらったものをインターネットで聞いたら、高田委員長は、写真に写った領中は確かに正面を向いているけれども、資料の中身が見えるわけで、正面かどうかね、はっきり言えないわけのわからないね。資料の心の中身と聞いてないんだ。正面にとって竜って聞いてな、どこ向いてるか。正方形は、資料の中身も書いてある。そして外側の領中も書いてるから、うんぬんって言ったけどね。これはもうほとんど説明やけれどもね、なんていうのかな、うちの味を見た方がいいんだな。論理が通ってないんだから、論理が。そして具体的じゃないですな。だからこういったものをね、一級しろと言ってる。もう何度もね、あちこちで。いつだったかな、
しばらく前にね、ある会合で、ある人が、たまたま全然僕は知らない人だったけれども、留置後はね、寸法刑が非常に正確で、一級しようとするわけね、盛んに4万だから、さすがにね、私も少しカチンときたもんだから、あなたの言う一級しようという意味は、今まで言う一級から初段、二段、三段と九段まで、あなたが一番下の一級かと。もうね、だからね、要するにこんなね、大まかな話じゃない、大げさに言うほど。例えばね、何十年前にね、例えばね、宝井さんもね、自分たちね、資料をね、たくさん調べたんだと、トラックの荷台も調べたとかね、何トンも調べたとか、こんなね、大きな話しろほど。まあ、大抵のね、人には注意をするかもしれないけれども。うん、こういったことが天下の税金を使った委員が根拠にしてね見られている説明をね今してるから、まあ沖縄の学術史上なんていうかな、なんていうかな、まあ笑うと言えば信じあるんだけどもね、こういうことがねまかり通っていってね、まあ、さっき、ヒジャさんはね、解散って言ったけれどもね、うん、こういうことでね、そして、いや、正直言ってね、私もね、少年の方がね、相手向きだろうが、事実、実証性とかね、どっちでもいい。しかし、どっちで見てね、どう見たってね、決定的な写真があるんだ。これを起点にして考えるんだよ、物事。1768年にね、寸法刑がね、家にはこうなってて、相手もこうなってきてるけれども、それは一つのね、さっき言った私疑問にね、があるように、もうすでに根底がゴロゴロしてる。そして、いろんな専門家は、これ正面分かりやすいというふうにね、大嘘で書いてる。いろんな説明してたから。そういったことが、無視されている、まあ、社会というかな、先ほど、ヒジさんね、沖縄の 学者の通説を相手に組んでたけどね、先から言ってた沖縄の学者だったって、これ現在僕は自己主張してるから、これ3名しかいないんだ、他に誰がいるか、うん、そしていかにもね、自分たちよりもよく知ってるのに、2年だと読むばかりのね、ことをね、陰で言ってる、うん。こちらだってね、西村さんも留年名誉教授だ。中津さんも留年名誉教授だ。信也さんも大学教授ですね。こちらの全ての本屋で、ね、揃えてるし、そして東芝信さんは、現物の代理口を左側の運用の口をし、閉じた、ものが残ってる、本物だ。これらの豆の掘り方を研究して、どう見てもこれは正面向いてないということを書いてる、うん。そういったことに対する、なんていうか、判断というか、説明ができてないから、もう1年以上に。ですからね、沖縄の、まあ、さっき言ったのは、まあ、元学者かな、今、一晩の説明旅行で学者ってことが嫌なんだ。井戸端会議の、井戸端会議だったらいいんだけどね。だったらいいけどね。そういう説明になってね。また会場から質問をお受けしたいと思いますが、今お話のあったこれが寸法器の、これこの寸法器では、例えば向かって左の、この大入り口、右前足というんですか、これを下に向けてますね。でも、本物、まあ、移行なんかで、ありますけれども、手の
この手は上に上がってますね、この辺のシーサー、獅子の向きも本物とは全然違う、しかも、この欄干の数も違う、だけどこの向きだけ、これの向きだけは横向きで正しい、他は間違ってるけど、まあ、この辺がつまみ食いというような指摘なんですね。じゃあこの手が下がっているのはなぜですかというような質問、疑問には一切答えないです。寸法器で横向いているから横向きですというような、まあ、本当に非科学的なですね、まあ、主張です。はい、それではありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。あ、はい。お願いします。横役はです。この先ほど伊佐さんがおっしゃったように、前正面向きなのか横間向きなのかっていうことが、まあ、本質ではないというか、私ももう相対向きの本当に証拠があるならそれはそれでいいし、正面向きだという今の椎田さんとかが示してくださったあの資料を見たら、今は絶対正面向きじゃないかなというふうな印象を持ってるんですが、この、まあ、本質は、まあ、相対向き、つまりはあの沖縄神社、植民地化の象徴ですよね。こう沖縄、なんだろう、琉球の王様が住んでいて、こう、拝みしたりとか、そこで政治をしたりとか、外交をしたっていう、この象徴である私たちのこの首里城っていうものを、日本の、まあ、沖縄神社、日本がここは統治するんだよっていうような、沖縄神社のというのは、まあ、植民地化の象徴だと思うんですね。で、それを、まあ、つまりこの復帰50年に向けて、作り直そうとしている、なんか日本の帝国主義のこの表彰っていうものを再現しようとしているっていうふうにちょっと捉えたんですけど、まあ、深読みしすぎでしょうか。なぜなんだろう、こんなにこう研究者同士のこの、まあ、なんていうんだろう、自分の研究の成果の戦いということではもうもはやないっていうか、こう日本再現ということにすごくこだわっているような感じの思いで、どうしてこんなにもう固くなり、やっぱり相対向きにして、あ、まあ、総合事務局がお金も出さないけど口と出して管理するよという話になっているのかなっていう、なんでこんな話になってるんだろうというのがちょっと不思議で仕方ないんですが、何かあのどう思いますか。すいません、変な質問でした。はい、まあ、公民化ですよね。で、首里城近代戦争直前、軍隊、神社、学校、もう3点セット、ある意味でその公民化の道具として、作られているものが首里城に集約されている、にも集約されているということでいえば、まあ、象徴ですよね。で、例えば台湾、朝鮮というところは戦争に日本が負けたことによって植民地から逃れたというところで、日本が作ったものは壊されたりしてですね、ある意味でまだ植民地なのは沖縄だけということで、進行形なものですから、ある意味、聞くかね、進行形ですね。そういう意味ではその戦前のそのままというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりこう今せめぎ合っている問題は植民地の問題ですよね。自由にさせないと、正しくても自由にさせないんだ、私たちが決定権を持っているんだということの、まあ、を示すということではないかなと思いますね。もう一つは、まあ、ここで言っているのか分かりませんが、日本人が行くところ、神社という格は、さらにはヤングはというふうによく言われます。で、そういうふうに考えると、首里城もそうですよね。ある意味で日本人が出かけていった植民地にしたところには神社が作られ、遊郭が作られ、場合によっては慰安所が作られるという形ですね。で、日本は負けたことによって撤退したけれども、撤退してない地域が沖縄であると、要するに首里城は象徴的な問題ですね。で、先ほどから
伊佐さんとテムさんが言っているように、まあ、我々が問われているとというのは実はそれで、この首里城の問題は植民地沖縄の問題だし、琉球の問題は首里城の問題の象徴的な問題であるというふうに思います。で、琉球の文化をどういうふうに考えるか、で、西村先生がこだわっているのは琉の問題、雨水を考えたときに正面向しかないんだと。で、それは切られてるんですよね、雨水を。まあ、雨水を信じるか信じないかは別としても切られてるというふうに感じているし、実際切られてるんだと思います。で、そういうふうに考えると、奪われた首里城、で、それは植民地のであった象徴だし、現在でも植民地であるということの、まあ、表れですじゃないかなと私は思っていますね。今、及川さんが言っているようなこと、まあ、そのままというか、そういうことだと思います。それに対してどういうふうにするのか、私たちはどういうふうにするのかということかなと思いますね。はい、ありがとうございました。他にご質問、じゃあ、1、2、3といきましょうか。はい、マイク。はい、すみません。私もですね、首里城が燃えて、まあ、しばらくして再建のための寄付集めが始まりましたね。それだとじゃあすぐ沖縄県民が主体となって再建してくれるんだろうなっていうことで2万円すぐ寄付したんです。で、その後いろんなイベントがあって運動会とかね、そういうところでも寄付集めがいろいろありましたんで、その時も1000円やったり2000円やったりしてきました。さあ、そこでこの基金が集めの時ですね、やはり日本政府が主体となって作るということになれば、おそらくこれだけのお金は集まらなかったんじゃないかなと思うんですね、私は思うには今。だからこれですね、このお金はやはり沖縄県民が主体となった出して作った首里城だということがね、しっかりと知れ渡るような宣伝をしていただきたいんですけれど、もしこれはっきりせずに日本政府が作ったような建物だということになれば、みんながっかりすると思うんですね。で、あとこの何ですか、これ大流中の向き、何し、まあ、正面か会いたいかっていうのを、それをまあ歴史的に見て、今ご説明のように、まあ、写真を見たらどうも会いたい向きのは手書きのような感じもして、写真で見ると半分の流中しかないし、何ですか、正面向きのはしっかりと写真等があるんですから、歴史的に見ても正面向きなのかなと思ったりも、今いろいろと皆さんからお話を聞いては理解したんですけれど、そういう理解でいいのかどうかとかですね、そういうことも教えていただきたいと思います。だからやはり首里城はこれほど自分たちの認識としては大和の城とは違って、まあ先ほどの説明のように外交的に作られたお城だということなんで、やはり竜はですね、正面向きの方がいいのかなと思ったりしております。以上です。お願いします。はい、今一つ質問ありますよね。あと椎田さんに対する質問ですね。もう一度した、いや、この正面向きは手書きのように見えたりするんですね。正面向きの写真ですか。写真、29ページの方にあるんだけど、あ、それ正面向き、これ手書きのように見える、これ横向きですね。横向き、これは、寸法といって写真ではありません。寸法の、はい、まあ、寸法使用した記録、手書きですね。そこから手書きですか。手書きです、うん。で、正面向きのっていうのは歴史的に見ての写真というのか、写真が1877年の写真、正面向いてるの、いや、その時は写真っていうのはないんでしょ。1877年はあれなんでしょうけど、今言われている1700いくらのね、寸法の
1700何十年ですか、新国で捉えられているこの琉球は写真、あらこれ写真はないでしょ、写真がないですね、1768年、手書きの資料しかないのかなと思って、はい、今確認のために質問したんですけど、はい、そうなります、はい、また後ろの先ほど手を挙げられた、ドミニクマと言います。ですね、質問というのは、まあ、俺、なんていうかな、お願いしますね。それと私の関係ちょっと置いたいんですけれども、ですね、うちの首里城が再建されたときにですね、まず、来流地を見て、ある意味、がっかりというかな、ちょっと違うと、イメージを深く受けました。で、それで、首里城研究というのが、その、2年後かな、出してますよね。でそれを読みますと、高田先生は、この大流中の台座が変更されることはないと、はっきりおっしゃってるんですよね。ということは、高田先生の頭の中では、毎回大きで正面に向くことはありえないと、はっきり明言なさってるわけでね。ところが、じゃあ、11月ですか、1877年の写真で、正面向きの写真が出てきます。で、これに対して高田先生は、いや、1877年の後に、実は向きが変わったんじゃないかとおっしゃってるんで、ね、はっきり新聞でね。そしたら、そこで向きが変わったんじゃないかとおっしゃるということは、自分が主張した台座が変更されることはないと、これは否定することになるわけですね。要するに、高田先生、自分の論理が矛盾に加担してる、その中でね。そして、その向きが変更になったという理由をはっきり述べてない。述べてなくて、1877年の正面向きをすると、そういうお話もしてない。ところが、やっぱり再建当時の、焼け落ちた前の大流中の相対向きを暫定的になさると、おっしゃったわけですよね、新聞で使って。そしたら、暫定的にそういう復元をするんでしたら、1877年の正面を向いた写真がはっきりあるわけですよね。そしたら、高田先生も、また松戸先生も、やっぱり当時の琉球の絵師を書いたもんも、やっぱり第一級の資料とおっしゃってる。そしたら、その資料に基づいて違う施工といいますか、作り方をしたら、やっぱりもうなんか、島根の足に合うのか、打ち首になるのか、そのぐらいの、やっぱり一級の図面だよ、図だよとおっしゃってるんですね。そうおっしゃいながらやって、この新しい写真が出たときに、要するに自らの論理が破綻しているにもかかわらず、暫定的に相対向きの流暢を作るとおっしゃった。じゃあ、もし暫定的に作るんでしたら、はっきりと1877年に現実にあった写真があるわけですね。存在した。で、そこがやっぱり琉球の王様も住んでいて、さらに手続きを踏んで、首里城に入り、写真まで撮っている。そういう、ある意味では、高田先生も、あるいは、安田先生も歴史学者だから、そういう現実があるという証拠を無視しながら、相対向きで再建するというのを非常にもうある意味で歴史家として、私はがっかりしているわけなんですね。そういうことで、やっぱり再建については、やっぱり正面向きじゃないという感じだろうし、また高田先生、あるいは安田先生の今までおっしゃってきた相対向きに対しても、そういうはっきりと証拠から進めていって、やっぱり提出していただきたい。さらにもう一つ、この行先生が一番第一級とおっしゃっているこの寸法ですけれども、これは寸法ははっきり言って、これは間違いないと思うんですね。これ寸法が一寸でも違いが立ってもらってしまってんから、これ合ってると思う。ところが、その寸法記に書かれている例というのはいくつか、ちょっとミスがある。で、高野先生もそのいくつか間違いがあるということを認めていらっしゃる、これでもね。で、それは、大きな事実の中の一部だから無視するという言い方をしているんですけれども、でこの家についてもですね、例えば当時の、まあ、建築といいますかね、今だと三面図があって、正面図があって、平面図があって、側面図があって、一つの施工図、建築施工図になるわけなんですけど、じゃあそういう建築の専門家で見たときに、この家をどう見るかというお話もやっぱりちょっと発信していただきたい。
で、私が見るに、この寸法の制限の図解ですよね。これも寸法の、寸法が正確だとおっしゃるんでしたら、この建物はやっぱり正確になってほしいっていうことですね。絶対正確じゃないんですよ。もうちょっと、要するに、幅があって、高さとのバランスが悪い。これもね。ただ、だから、この建物を建てるときに寸法器は、寸法は合ってるわけだから、で、この寸法の通りに施工して、組み立てていったら、こんな雰囲気になる建物だろう。単純に参考程度にしか書いてないんじゃないかと。で、この正面図も、正面図なのか、あるいは、なんかな、正面図的な書き方と、超感図的な上から見た俯瞰図、下から見たような書き方、非常に混在しているわけですね。で、これは単純に登場建築の技術とか、技術の中で表現方法が足らないから、大体こんな、この材木をこういうふうに合わせたら、これも建物になるんだよ、というような表現じゃないかと理解するわけですね。で、この辺はやっぱりもう、なんか、大流中の、大体なんか正面から、こういうもう、真っ白な機関が来てますので、やっぱり歴史の先生、国語科の先生、あるいは建築専門家、美術の専門家から、やっぱりいろんな意味で、この両先生を責め立てないと、ちょっとひっくり返らない。はっきり示された証拠、1870の写真見ても、暫定的に焼け落ちる前の流中を再建するとおっしゃっているわけだから、やっぱりそれは責め方をちょっと考えないと、非常に難しい問題だな、大変な問題だなと理解しています。以上です。はい、ありがとうございます。ご指摘の通りだと思います。あとでそのお手元の首里城建築マーカー見せてください。はい、次の、はい、お願いします。私別に研究者でもない一般人なんですけど、ですね、普通にこの素人の、ど素人の私が見てもこの寸法器の矛盾とか、あと寸法器のちょっと後ぐらいに出た A ですかね、なんとかという資料、あっちが技術検討委員会が提示している資料で、どう見ても斜め前向きか前向きなのに横向きだって浅戸進さんがおっしゃってたやつとか、あとこのルブレトガの正面向きの確実な証拠を見ても、なんかやっぱ心とか精神がひん曲がってなければ、素直にこう一般人が考えても正面向きだと思うし、それもやっぱり植民地主義の象徴としてこの神道を押し付けられようとしているのかなっていうのは感じます。で、高田さんとか浅田さんとか、あとそれ以外にも取り巻きっていうか、その記者とか、お仲間なのかな、学者さんとか SNS とか見てると、なんか寸法器をすごい深刻化してる感じがして、あとなんかこういう議論するのって疑問を呈するのとかって、別に学者の専売特許じゃなくて、私たち庶民もやらないといけないと思ってますんで、すいません、前置き長くなったんですけど、で、一般人の私にできることって言ったら、やっぱりなんか陳情とか新聞投稿とかかなと思って、でそれは今声を上げてる専門家の先生たちだけにやってくれじゃなくて、自分たちも一人一人やらないといけないと思ってるんですね。一般の人でもこう思ってる人いますよっていうのをやっぱり示すために、より多くの人が投稿した方がいいと思うんですけど、で、もし分かれば、もしご存じであれば2点質問があって、一つは今の、内閣府の首里城の技術検討委員会の中に西村貞夫先生を超える大流中のエキスパートがいるのかどうか、私はいないんじゃないかなと思ってるんですけど、あと2点目が、その先ほど言っていた寄付金の53億円、これについてもちょっと待ちついて投稿したいなと思ってるんですけど、この53億円だけでその正殿が作れるのかっていうのは、この私も寄付をしたので寄付金返せっていうことも書きたいんですけど、いや寄付金プラス国もお金出してますよみたいなことを、なんかああいうユタ国の人たちは言いそうな気がして、この正殿のお金を作るお金って53億でできるのか、プラスそれなんか国からのお金とかかかるのか、もしご存知であれば教えていただきたいです。以上です。すみません、長くなりました。はい、
ありがとうございます。まず1点目の質問について、西村先生を超える大流中のエキスパートが、おっしゃる通り、今の検討、技術検討委員会にいませんとね、はい、はっきり言います。いないですね。はい、それであと2点目ですけれども、琉球新報の13回のシリーズの中に前泊広森さんの回に書かれたと思うんですが、寄付金プラスあと保険金が20億でしたっけ、70億、降りて、でそのまま全部首里城を使うとお釣りが出るんですよね、うん、だからこの余ったお金どうするかっていう問題も今のところまだまだ議論されてない。その中で勇み足で、先ほどあったように12億あるいは24億はここに当てますよということを、言って作ったものは文句言わずに横向きながら前向きながら国にあげますというのが沖縄県民になります。はい、そこであのいろいろ県の方々と話しているとやはり寄付金ですので、あのご指摘あったようにそんなつもりで寄付しないよと学会だよというのは響きみたいですので、あのこの素直な気持ちをどんどん世の中見えるようにしてですね、そうすると、動かないところも動くんではないかというふうに、そんな印象があります。はい、ありがとうございました。他にも、じゃあ1、2、さん、じゃあこの最後3つで手短にお願いします、ね。質問お願いします。はい、質問はあのこの背景、あのつまり日本政府が我々琉球の避難地の民を、奴隷構造の形にしていると、その、最たるものがこの何ですか、さっき覚書の話の中にありましたけども、そういう構造があるということを我々庶民の内南地の人に教えてほしい、そういう責任が我々にもあるし先生方にもあるんじゃないかなと思うんですけども、そこのところをちょっとよろしくお願い、説明ちょっとお願いしたいと思うんですけど、つまり支配構造があって、志田先生がおっしゃったように沖縄神社という形にして、でそれであの首里の王府の形、そこを軍、そして、教育、神社、その3つが3つの門になって琉球を支配しているという構造があると僕は思うんですけれども、そういう構造を我々庶民が理解しないと、とてもじゃないけども一人二人 の、 その先生方をどうのこうのという形で、処理しても多分始まらないだろう。だから首里の方の琉球 の、 あの向きはもちろん僕は正面だと僕は思います。だけどその実際にその背景にあるあの我々内南地が知らしむべきところは支配構造にあるんだ、ずっとその支配されているという支配構造にあるんだということをあの先生方の方がご意見として伺いたいと、そういうふうに思います。ちょっといいですか。はい、この覚書ですね、お手元にある覚書、沖縄県知事の韓国さん、はい、で、まあ、担当部署が土木課の、都市公園、土木建築の都市公園から、ね、そこと何度もあの接触して話したんですが、まあ、認めましたね、覚書の内容まで知事は見てないで反抗したというふうに言いました。あの田向デニー知事がこの覚書が上等的に教えるわけじゃなくて自分レベルで押してますよと、知事自身は見てなくてというふうにあの担当の方が言ってました。でそれがこの50何億の寄付金の使い方、これでいいんですかというふうに、まあ、県議会でも委員会でも、まあ、あの質問しているところなんですけれども、まあこの暫定的な変な結論が出る前に覚書の、改定ですね、を県に迫ったんですがなかなか進んでないという感じです。
まあ、今の話は、まあ、ともしさんが、まあ説明したことですけれども、ですね、私たち、まあ、これまでですね、首里城のこと、特にこのお金基金について、直接担当してですね、県の担当部課長、特命課等とですね、話をしたことが何度かありますけれども、まあ、いわゆる、まあ、県の沖縄県の幹部なんだけどもね、もっとね、自分たちのが本来自由に使える金なはずだけれども、なんていうのかな、どこか、自分たちのものではね、自分たちが、自由に使えないというような、ことがあるように見えます。特にですね、総合済み局の話になったり、具体的に政府関係の人の名前を出るとですね、表情がわずかだけど変わるんですね、何かをね、まあ、気にしているというか、まあ、まあ、怖がっているのかな、物を見に来る、まあ、端的にですね、この思い書きを見ても分かるようにですね、両方協議して作ったはずだけども、まあ、これはほとんど原案を総合事務局が作ったはずです。向こうがすごい作ってありますから。私も大学で30年以上国家公務員したことありますけれども、この感覚はよくわかります。まあ、政府関係の仕事としたら、沖縄県はランクは下です、自分たち。沖縄県からしたら、政府関係の機関は全部上ですからね。こうやってのが、まあ、あるというかな。多分こういった感覚が全てまで染み込んでいてね、多分こういったいろんな委員会の作りに上がっての委員の選定、まあ、先ほど西村さんが何で入ってないんだということを含めて、すでにね、裏側の構造としてね、すり合わせてくる、まあ、根回しというかな、これが入っていると。いうふうに思われます。だから普通の感覚から見てね、議論をね、オープンにして、まあ、まあ、正面向きだ、いや、相手向きだでね、オープンにして、議論すればいいんだというふうに、まあ、思うんだけれどもね、そうはならない、まあ、なんていうかな、裏の利権というかな、これ、やるにあたって、いろんな施工業者等の、いろんな関係のところにお金が、回ってますから、それはいくと困るかもしれない。はい、ありがとう。そろそろ時間もあれですが、新川さんも今の話で構造の話でいうと、まあ、伊佐瀬ね、たくさん本も書かれているし、私の本もあるので読まれてくださると助かるから、それと一つだけ言うと、宣伝の件はですね、内務省の機関ですよね。まあ、来年復帰50年とかっていうので、最後の知事の映画とか盛り上がっているというふうに聞いていますけれども、ある意味内務省の役人ですよね。今の件と違うということですね。そういうのも含めて、現在もまた進行形ということですね。そういうのも、まあ、多分研究者、私もそうですけど、伊佐さんなんかも論文もご一緒もたくさん書かれているので、まあ、自分たちとしてはやっているつもりですね。だから、まあ、できればいろんなものが生まれてですね、共有できればもう少し理解も変わるのかな。で、来年もまた問われていると思いますね。進行形だというか。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に2つほどありましたけども、時間もあるので、先ほどの2人で上原さんから。はい、エレーナさんで議長、もうこの植民地主義というのは目に染みるほど、どの日常にも生まれていると、ちょっとうちなんちゃんは辺野古の裁判で訴えてもおもろを踊ったかというし、変えて改装するしかない。あとは、まあ、シンポジウムも、友人の大きなシンポジウムもするのも、天使愛理氏が、まあ、結婚後先のあまりうちなんちゃんに、ね、どうかしないという話し合いで、この首里城の建てる土地を取り返す
裁判を起こしてはどうかって、まあ、一回出てできないにしても、そういうご記入をしておけば、また2回、3回では取り返せるようになるかもしれませんので、まずはその措置を、これはもう強制的に取られたものだから、うちの住むにあると返せという裁判を起こしてほしいと思います。また県民運動に盛り上げてね、やっていただきたいですね。以上です。はい、ありがとうございます。首里城の土地の所有の問題については月刊琉球に詳しくまた載せてありますね。それもまた参考にしながら今後のテーマにしたいと思います。はい、それでは最後比嘉さん。すいません、お願いします。ちょっともう先にその質問があったんですけど、少し重複すると思うんですけどね、この覚書にもう具体的に品目とか寸法とか数量もろもろがもう謳われて、ちゃんともうこの覚書に、だから今までのこの新聞と皆さんが一生懸命、まあ、自分もその前回の首里城のその再建の時もこういうふうな、その領地は横向きじゃなくて正面向きだというものも ありながら、強引にまた今回も一応写真とも出てきながらね、なんでここまで固くなに強引にその押さえつけてくるかねってずっと疑問に思っていたんですけど、今回この覚書を見てみたらね、このまあちょっと検討委員会のその個人名を差し控えますけど、前回の委員長だった方等がこの間新聞等に暫定的に横向きみたいなことが書かれていたんですけど、この覚書を見たらね、覚書に沿ったようなもう何が何でもこう歩きみたいなものがあるんですけど、この覚書っていうのは我々にとってものすごく屈辱的な覚書なんでちょっと気持ちが高くなってなんですけど、これは一部局の話じゃなくてね、県の方でその県上層部の方で検討をして決定しなければいけない事項だと思うんですけど、この辺は県としてどういうその覚書に対してどういう取り組みしたんですかね。なんかその辺ちょっとなんかもし分かっていることがあれば、これは我々うちの人にとって大きなものすごいなんか屈辱的な覚え方だと思うんですけど。ですね、これはですね、ちゃんとこういう首里城の各部長とかもう副知事も含めて全部を寄せるそういう意見があるらしいんです。そこでちゃんと測ったらしいです。ただ測ったというのは測ったということであるんだけど、ただ今度の面でみたいに知事も要するにみんなが参加してるけど、作ったのは土木の都市公園部なんですよ。要するに国とつながってるんだ。彼らに任されてるのを一応は彼らはやって、要するに測ったけどみんな一応は中身を見なくて OK したということが、一応は国民課の所管のちゃんと報告ありました。だからそういう意味では印鑑を押すわけですよ。ただこういう形でみんながおかしいよと言わない限り、知事もどこもかもみんな所詮そういう形で各課に責任を持たせてるから、責任者が作ったのを倫理上回して印鑑をしたということですよね。そういうことでいいのかどうかというのが今今回お互いが首里城を再構築しているのが、もっともっと大きくならない限り、今先ほど東先生が土木委員会で審議させても、そもそも県議会でも結局ちゃんと要するに本気になって予算としたのは県議会なんですよ、実を言うと。だから県議会の人たちも何も分からない、ただ予算としてたわけですよ。だからそういう状況が今の沖縄の首里城最高です。だから先ほど言ったけど、植民地主義とか要するに流通の問題はもっと深いですよということですよ。たまたまただ正面に向かえばいいって話じゃないです。これを突破しない限り
先ほど言ったけど、世界支援なんてありえないですよ。もちろん、琉球独立もありえないですよ、そういう意味では。だからお互いが本気になって、小さな、ね、針の穴を、いか開けないと。それが首里城の大事な問題です。今、答弁させてる、東さんがおっしゃってるように、すごく私もそういうのを理解しているつもりではあるんですけど、今回初めてこういうその覚書きがね、あったということを目にして、今までいろんなその新聞とか、これだけ議論をされて、これが全然一個でもされないというものは何だったのかねって、今日、もう本当にアジェンジしてます。で、この担当部局の方たちもね、こういうふうなものに果敢かに、おそらく上司に上げるときには、それだけきちっとされてますみたいな、なんていうのわからないことを言ってあげたと思うんですよ、その状況の中でですね。本当に、まあ、さっき石井さんも本当にバジバジもううちの仕事独立できるかみたいなことをおっしゃってましたけど、私もこれを見てそういうのを思います。農学の傾聴にやるみんな今混じってます。もうありがとうございました。もうチームどんどんしてた言葉にならないで、すみません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。でもそろそろ締めということで、鳥海さんお願いします。ですね、まずそういう意味でも、この覚書きとかお金の金額ですね、今沖縄県である意味で追及しない限り、首里城は今言ったように何にもともあれ、別に今国の、まあ、検討委員会が決めるように決まりますというのが彼らの。だけど、沖縄県でこの覚書きをお互いが動けばですね、誰がだってこれは不誠実ですよね。こういう沖縄県がいとも簡単に金を50何個もあげますとかね。まして覚書はこんなくね、不平等な状況を結ぶなんてありえないんだから、そこをみんなで声を上げればね、そこが、だから今僕ら県議会で尽くしていますので、そういう意味でも、独自学会としても、そういう動きをみんなでやりましょうやというのが、この4名の意見ですので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。琉球民族独立総合研究学会は、毎回というわけではないんですが、シンポジウムとしたら、そこで、抗議声明文なんかを、まとめて、発表して、例えば今の議論ですと、沖縄総合事務局と、沖縄県の、沖縄県の主体性を持ってきちんとやってほしい、総合事務局には、矛盾があるようなこういう議論で強引に物事を進めるべきではないというふうに強い、メッセージを届けるべきではないかなと思いますけれども、どうでしょうかね。よろしいですか。はい、共同代表の皆さんにも大丈夫ですかね。そしたら、共同代表の方でこの文を、作成して、またホームページですとかマスコミメディア、そして、関係する、団体に、届けたいと思います。はい、何か付け加えることありますか。大丈夫ですか。はい、すみません。では時間も、オーバーしてしまいましたが、これで、通算で第25回目になります琉球民族独立総合研究学会のオープンシンポジウムを終了いたします。この模様は後ほどホームページでまた動画で見ることができますので、今日お越しになれなかった、お知り合いの方等がいらっしゃいましたら、またホームページの方を紹介していただければと思います。はい、本日はありがとうございました。